今日はちょっと藤田プロのグリップの握り方を、はい、あ、私の、はいはい、を少し見せていただきたいなっていうのがあるんですけど、はいはい、このグリップ変わってますよ。変わってる、うん、変わってますよ。左がストロングで、はい、左がストロングで右が、まあ、スクエアみたいな、うんうん、場合によってちょっと被るぐらい見えるかもしれない。こうではないですね。通常はストロンググリップってちょっと、まあ、このナックルが昔は1つぐらいとかだったんですよ。スクエアがね、スクエアこれがね、で今はこの2個ぐらい、このナックル骨のとこが見えるのがスクエアみたいな感じで言われてて、俺はもう2個か3個ぐらい見えるんで、それだけこうこっち側に行ってるんですよ、こっち側に。でそれに対してだいたいこの V の字の平行で右の V の字も合わせましょうっていうことになるんだけど、俺はもうほとんどスクエアにしちゃう。右はもう人と握手するような感じで握るっていう感じなんですよ。あとはもう指先で握る人と、あとこう手のひらで握る人とね、2タイプなんだけど、私は指先、はい、指先でちょっとストロング、うん、こう引っ掛けて、特にこの3本をすごくこう引っ掛けてるような感じ、こういうなんかテコの感じで引っ掛けてるような感じ、こうグーってこういう感じ握ってる感じはなくて、これ引っ掛けてこういうふうにクラブが動きますみたいな。この両手の5本指の中で、うん、なんか一番こう感覚的に大事にしてる指っていうのはあって、そんなのないよ。ない指どれかを1個、ここのなんか支柱というか軸になってるところ。ああ、それでいくとこの3本かな。この3本引っ掛けてるから、はい、ここでなんか全てを固定している感じかな。うん、じゃあ人差し指がなくても、うん、人差し指とかは多分いらないと思う。こことこっちの2本、この左の3本と右のこの2本があれば打てるかな。打てるっていうか、もうここだけしか豆できてないんで。見る豆見たいですちょっと手汚いからちょっとね、して、まあ今ちょっと赤くなってるから、ちょうど赤くする寒いんで血が通ってないから。ここ3つあるでしょ。2個2個3個ね、はい、うんうん、2個2個3個ね。であと左はもうないの、どこにもないですよね、うんうん、まああえてこの辺ぐらいかな、小指のところ。2個2個3個見えるかな、こういう。で右はこことここの指しかないですよね。豆がこうこうあって、あ、まあここもあるか。でも小指にもないし、人差し指にもないし、親指にもないしっていう、はい、なんでここの3本とここの2本でクラブを握って、まあ、要はあんまりここの2本、左の親指人差し指とこっちはあんまり使う意識がない、うん、こっちが。でこっちっていうのはグッてやるとこの、まあ、上側が力入るよね。なんでこう上側がこういうふうに力入っちゃうんじゃないかっていうのが自分の中にあって、でこの内側3本とこっち3本っていうのは、あ、2本か、2本っていうのはこっち側、下側っていうのは自分側、うん、でこの人差し指と親指は自分の外側、うん、で外側が力入るとこういうふうな、こういうふうな力の入れ方になるし、内側だとこういう、こういう力の入れ方になるんで、やっぱこっちからの体と、この腕グリップが一体として動かしたいと。でこういうふうになっちゃうとやっぱりこう固まるというかね、体と連動しにくくなるし、あとはこう一番嫌なのはこういうのがゴルフで一番ダメなやつね。こう外側からのこういうで、この人差し指とここを力入れすぎるとこう使っちゃいがちなんで、なんでこの内側のこの2本だとこう使えるじゃないですか、ね、外だとこう使っちゃうし、クラブの動き的にはこういう風な動きになるわけ。こういうで、こういう風になるとやっぱり良くないので、こう内側からこういう風にこういう風に使ってくる方がいいんですよ ね。ボール投げる時にこう投げる人いないでしょ、こう投げてくるよね。だからそういう意味でもこの2本で、左も3本っていうので握ってるかな、うん、アマチュアの人に多いけど、このグリップってどうやってその人が打ちたいかの表れなんで、例えばスライスの人ってこう捕まえたいから、これスクエアだとするでしょ、これスクエアグリップ、スクエアグリップだとスクエアに当たるよっていうことなんだけど、スライスの人はどうやって握るかっていうと、やっぱボールを捕まえたいから
こういうふうになってくる。左もこういうふうになってこうなっちゃう。上級者はこれでこう左でボールを逃がそうっていうふうにするけど、初心者の人ってだん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 こっちに行く。でこういうふうに自分は捕まえたいって意識がグリップに見えてき始めるわけで、これだとこうやって振っちゃうからカット軌道になるし上から入りすぎるし良くないと。で逆にフックの人っていうのは自分がボールをこう捕まえに行きたくない、逃がしたいからどん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 こっちに来るわけ。こういう感じになってくるわけで、こっちから入れたいよっていうのがグリップに現れる。だから例えば、まあ、左手は作るとするでしょ。だから、まあ、このグリップでもいいし、このグリップでもいいし、特に右利きの人はまっすぐ当てたいんだったらこうバーンって人と握手するっていうのはまっすぐ握手するじゃないですか。で外国の選手みたいにこうやって握手する人はフック系、で握手しに行ってこう上からかぶす人はスライス系みたいな。スクエアがまっすぐで上から下からっていう、これフックスライスストレートって思ってもらえばいいんで、自分がどっちかなと思ってもらって、あこっちかなこっちかな横かなみたいな。だからスライスの人はこうなってるんで、ちょっとフック系に握って練習するとか。でこうなると肘が外向くんで、やっぱりこうスイング中もテイクバック入りにくくて、でダウンスイングも肘が外に来ちゃうような形にちょっとなっちゃうっていうね。だから、まあ、ナチュラルがストレートね、ストレートでボール投げるような形っていう。だからここ右手は結構大事かな。左は結構好き好きで、このナックルが1個2個3個、まあ、自分の好き好きでまっすぐから、まあ、1個か3個ぐらいまで行っても全然いいんじゃないかな。ただ右のそのグリップに関してはちょっと注意してもらって、その癖が出るんでね。だから自分がどういう癖があるのかって、だから私の場合はやっぱり上から入れたいっていう気持ちが強いからね、プレイヤー的に。だからこう見えやすいんじゃないかな。だから調子悪すぎるとこうかぶりすぎて、例えばこうやってみるとさ、普通のこうまっすぐスーッと入れてくると左腕ちょっと見えるでしょ、見えるでしょ。で調子悪いとねこう来るから左腕が見えなくなったでしょ、で、まあ、私はあんまりないけど、フックの人って完全に例えばこう見えちゃうとかね、空間が見えたでしょ。でこうするとちょっとインから入りすぎたりするから、この辺もグリップからアドレスっていうちょっと連動が見れるんで、その人がどういうふうなボールを打ちたいかとかは結構プロとかは見れちゃう、ただこうやってかぶってる人にね、こうやってかぶってる人にいきなりこっちから握ってくださいっていうと、もうすごい開いてこう当たる感覚なわけですよ、だからいやそんなの無理じゃないみたいな。だから確かにそのこの手の使い方に対してこうやってかぶると本当に無理なわけですよ。だけどそれをやっていくうちに、あこの位置からだともっと体を我慢して待ってればちゃんとストレートになるんだなっていう、そこのちょっとステップになるまで頑張ってほしいっていうかね、例えばフックの人逆はねこうなってるわけですよ。だけどじゃあこうやってかぶしてくださいって言うと、もういきなりこっちに飛びそうなわけですよ。それはもうこの体が完全に止まってブロックしてるから、いきなり手をこうやってかぶしてくるとこっちに確かにフックがかかっちゃう。だけどフックの人っていうのは基本的に体が止まってるんで、この体も回しつつ左にスムーズにバランスよく回転する必要があるんだなと、まあ、そういうふうに若干グリップを変えることによって体の動きあたりもその全体のバランスがあるんで変わってくると。だからそこまでちょっと我慢をして順序立てて考えていただくと、非常にこうステップアップすることにはなるかな、だからスイングのこういうグリップは置いといてね、スイングをこうやってこうですこうですとか変えることの方が、このグリップのちょっとこう握ってくださいとかこう握ってくださいよりも動き変える方が簡単。止まってて、いやあなたはちょっとかぶってるからちょっとこうやって構えてくださいってパッと構えた瞬間、どうやって打っていいかすら分かんなくなるっていう、それは私たちも結構一緒だけど、今みたいな連動性だとかどうなるっていうのが、まあ、頭では理解できるから、頭の理解と体がついてくればいいんだけど、もうね
アドレスグリップっていうのは非常にね、どうやって打つかの指標になるんであれば、そこを正せばスイングも正しくなることは可能だし、逆に言うとスイングがすごくいい人っていうのはグリップもアドレスも非常に綺麗っていうのが言えるかな。だから、まあ、藤田寛之個人にするとやっぱりその少しボールを上から打ちたいとかちょっとこう癖があるわけですよね。もう綺麗にまっすぐこうスクエアグリップでスクエアに構えて綺麗なスイングをこうやっぱりしてないんでだからグリップも少しちょっと癖が出るっていうのはあるかもしれないね。まあ調子にもよるんだけど、そのハンドダウンもちょっときついっていう、うん、だからこれをハンドアップして、ハンドアップしてこうスクエアグリップにこうやって私が構えたらもう藤田寛之じゃないでしょ。もう全然違います。全然違うでしょ。でもこういう練習もしたことあるのよ。うん、正座さんに言われてここにね、T を刺してね、この T をお腹のね、おへそあたりに向けるようにして練習したことあるの。そうするとね、こうなんかちょっと藤田寛之じゃなくなるっていう。藤田寛之極端はこうなんていうの、こうなってこんな感じなのよね。こうやってボールをこう捉えようとしてるわけですよ。まあ、こう上から捉えてるのを捕まえたいっていうのをね。ところがこういうふうにするとそういうふうにこう触れないから、まずちょっと当たんないよね。体の使い方がちょっと違うから。だけどこれをこうずっとやってるとそういう体の使い方にだんだんなってくる、うん、でその時に球筋もちょっと変わってくっていうことは言えるんですよ、うん、だから今年のオフやってみるかな今の道具とかはね、こういう方がハマるよね。すごいノーコックに感じるもんね、これで。で普段はこれぐらいかな、ハンドダウンしてるよね。それでちょっとこうシャット目からこういうね、こっちの方がボールがやっぱり自分の思うボールになってくれるっていう、うん、そう。だからまあ現場主義なんで、こういう風に球を作るためにこうしてますみたいな、もうボール何球も何万発も打ってこんなになりましたみたいな感じなんだけど、だけどアマチュアの方はやっぱり基本から入っていく方がベースとしてはやっぱりいいのかな。例えば球筋がどんどんフックになってしまったり、スライスになってしまったりした時にこうグリップを一度見直すのを結構優先的にやった方がいいものなのかな、うん、ああそれはね、どっちが先っていうのは難しいですね。鶏卵ですね、うん、どっちも関連性があるんで、あとはその人がどう捉えるか、捉え方にも本人プレイヤーのね捉え方にもよるのね。もう例えばグリップいじってってなった瞬間もう受け入れられないとかもあるから、スイングで行く方がいいし、グリップこうやってって言ったらすっと受け入れられる。だからどっちかで受け入れてもらえばいいと思うから、今こういう風になってるんですよ、だからグリップ変えましょうみたいな感じで受け入れられればいいし、でも受け入れられないスイングがこうなってるから、グリップを最終的にこういう風に、そう、グリップって簡単なようで難しい、奥が深いんじゃないですか、うん、藤田さん、こう今でもグリップをこう意識されることはもうないですか、うん、ほとんど。ああ多少あるかな。でもそれはそのグリップ自体の動向じゃなくて、ちょっとこう力感だとか力が入るとか、うん、それはね、なんかね、手にちょっと力が入りすぎる時とかあったりしてね。だから、まあ、考えるとしたら こっちからこっちとかね、なんかこういう連動かなのを考えたりするかな。だからグリップそのものをいじるっていうのはないのかな。だからスイングを映す鏡というか、ここでその人が何をしようとしてるか、グリップからアドレスで分かる。ボール打つ前に大体分かるよ、構えたらその人がどういうことをやろうとしてるか、うん、まあ 手だけで分かる場合もある。手で分かんない場合は動きだし、その動きの表現っていうのはアドレスに出てるから、大体分かるよ。例えば極端に言うと、こうやって構えてばスライス出るじゃない、ね、でこうやって構えたらフック出るじゃない。でもこうやってでスライス打つ人もいるけどね。だけどそれがそういう、まあ、
我々はそういう大きな差じゃなくても小さい差でも、あ、この人こうやってやりたいんだなっていうのはなんとなくこう見えてくるっていうかね、うん、のはあるかな、うん、だから教科書っていうのがあって、教科書通りになる部分と、でも実際のこの動きの中でいろんな人がいろんな動きをして、その、まあ、なんていうのかな、ごまかすじゃないけど、いろんなこうあの調整をしながら人間ってこの一個のボールを打とうとしてるんだけど、だからその中でその人がこうどう調整しているかとかね、いうのが最終的にそのグリップアドレスに出てる場合が多い、うん、まあ人それぞれ教科書を基本にしながら自分なりの方法でおそらくボールを打ってるんで、うん、だからおそらくその教科書通りのグリップじゃないよね、今の話からすると、ね、自分なりの方向性のグリップが出てて、でそれがメリットデメリットあると思うんで、だからそのメリットを生かしながらデメリットを消すというような考えで、最後ちょっと難しかったかな、うん、やっぱり顔に出てるもん、今ちょっと難しいなっていうのは、うん、分かんない、ついてこれなくなってきてるなこの子はっていうのが見えてきて、そうです ね、ちょっと難しいですね、難しくなってくるんだよね、はい、見返してなんとなくこう分かるかもしれない、そう、感覚的にやっぱこうそこまでついてこれる子とついてこれない子っていうのがいると思うんで、はい、うん、まあ、ついてこれない子はまたコメントいただいたら細かくまた説明しようかね、うん、ありがとうございました、藤田先生でした Ha ha ha.